今どこにいるかというとですね、北海道のサルフス村にいます。村ですね、奈良の十津川村 に次いで2番目に多い、北方領土を含めれば5番目なんだけど、その中で今いるところから海岸沿いにいるんだけど、ここはある、出来事の、場所となっています。ちょっとこの日を読まさせていただくと、昭和14年12月12日、ソ連戦インディギル2号とソ連に乗り合わせた人々で最後の旅がやってきたと。2号は秋の漁場を、切り上げて帰る漁夫およびその家族を立ち上げる1064名、かなり多いですね。乗せてカムチャッカからウラジオストクに向かって、航海中、折からの暴風に押し流され、乗組員たちの必死の努力もかなわず、村人が進路を失い、12月12日未明、浜鬼しべす沖1500メーター、これがここの地名なんですね。1500メーターのあたりかな、結構、まあ、見えたんですね。で、土岩に座礁転覆、704名の犠牲者を出す海難史上類を見ない、まあ、惨事となったというです。身を裂くような玄関の会場で激波と戦いということで、憎しみの名を叫び続けながら力を捨てて死んでいた人々の とこの救助に全力を注いだ先人たちの美しい心情は、人類のある限り忘れてはならない。この日はね、北海道はもとより国内の数多くの人々、並びにね、ソ連側の海員漁夫の善意に基づく除罪によって2号と運命を共にした人々の冥福を祈るとともに、国際親善並びに海難防止の、願いをね、込めて建立されたものでありということで、台座の右はソビエト、社会主義共和国連邦が寄贈したされたね、花崗岩ということで、ね、ここがまあ歴史的な現場です。まあ、いわゆるトルコのね、例えば海難18916かな、トルコの艦隊なんかも和歌山のね、村の人々とか助けたりとかね、そういったものね、もともとやっぱ日本人っていうのはそういうものなんですね。その中で、まあ、非常に温かい心を持ってる日本人、困った人が助ける義理と人情、そういったものを持ってる日本人ですけど、その中でね、まあ、こういう形でありということで、インディギル化合の、ね、します、という考えるとすごいなって感じがしますよ。この歴史的な場所ということで、昭和14年って言ったら結構前ですよね、80年ぐらい前ということで。そこのところ、宿営の地ということ、ここでまあ宿を取ったんですね。松村さんが北海道の名付け親と言われている方で、文政元年生まれです。これは生まれたのは伊勢の国ということ、三重県で、津川村ということで三重県松阪市生まれということで、農家の方なのかな、まあ豪農、いわゆる庄屋だと思うんだけど、もしかしたらルーシーなのかな、一応村ってなってるからそうだ。若年の諸国を遍歴した後、江戸地を6回訪れ、その地域では弘化3年1856年、1856年、の3回足を伸ばしている。その際サルフスにも宿泊しということで、松浦武四郎愛の人たちの協力を得て、山川取り調べを行い、現地民なら愛の人たちの生活や江戸地の状況などを詳細に伝え調査しということで、ね、まあ、その中で明治維新の後に明治政府の北海道藩官として公職ということで、北海道の岩国に貢献し、自ら北海道人というふうに申したということですね。だから、マスラーさんの方は本当北海道の、語る上では、ね、必要というか、これね、まあ、すごく重要な方なんですね。